本日は第一産業部の高橋記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いします高橋記者はニュースイッチラジオ初登場になります簡単に自己紹介をお願いしますはい高橋雄介と申します2007年に入社し IT や通信業界の担当を経て重工大手の取材を進めていますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、本日はそんな高橋記者が取材出筆しました記事グループ経営を再編する重工大手 そそれぞれぞののの成長戦略についいいてて聞きますまますすずはその記事の冒頭を紹介します重工大手が成長事業の創出に向けグループ経営を再編している脱炭素化を見据えた戦略に舵を切り三菱重工業は火力発電システム事業を本体に統合して環境対応の経営資源を集約川崎重工業は稼ぎ頭の分社化で成長に弾みをつける。 ただコングロマリットの将来の収益性に対する市場の見方は厳しくアメリカ・ゼネラル・エレクトリックは会社分割を選択した国内勢も成長戦略の具体化が急がれるということです、えー、重工大手がグループ再編を進めているということで各社の動きを伺いたいのですがまず三菱重工の動きはいかがですかはい、三菱重工なのですが将来の成長事業の 柱として小型ジェット旅客機いわゆる MSJ の開発を長年進めてきましたしかしコロナ禍の影響で航空機需要が蒸発してしまい事実上の凍結に追い込まれています三菱重工としては新たな成長戦略を立てなければならず一つは脱炭素化への対応もう一つは モビリティといった新領域の開拓を掲げていますなるほどその成長戦略にはどのような狙いがあるのでしょうかはい三菱重工としては脱炭素化に向けた技術開発を推し進めていきたい考えです背景にあるのは稼ぎ頭である火力発電設備について石炭火力発電の新設需要が脱炭素化によって 見込めなくなってきていることが背景にあります脱炭素化に対応するためには CO2 を排出しない水素やアンモニアといった燃料に変えていくことが必要です三菱重工は水素だけのガスタービンなどの開発を進めており事業化を急いでいますただここまでの取り組みの効果には否定的な声もあるようですねはいこれまでも三菱重工 厳しい経営環境に直面してきたことは幾度もありまその都度組織再編を進めたりしてきていますただ必ずしもその効果が業績であったり成長事業の創出に結びついているとは言い切れませんコロナ禍の影響を受けた後にポートフォリオの入れ替えを進めてきており例えば風力発電設備の販売 合弁会社を設立したり、一方で工作機械事業については譲渡したりといった動きを進めています。こうした経営環境の変化を見据えたポートホール用の入れ替えは、今後も進む可能性があります。一方、川崎重工は稼ぎラの分社化を決断したということなんですけれども、こちらの狙いはいかがでしょうか。はい。川崎重工は二輪車と鉄道車両の両事業を分社化しました。 二輪車はコンシューマー向けの製品であり需要の変化ニーズの変化が非常に激しいものがあります一方で鉄道車両はプロジェクトが大きくなればなるほど他社との連携も必要になってきます分社化によって他社との協業をしやすくするとともに経営判断を早めたいという思惑があります ありがとうございます。国内重工大手のもう一社、IHI の状況はいかがでしょうか。はい。IHI も稼ぎ頭は航空エンジンなのですが、コロナ禍の影響を受けて本格回復にはまだ時間がかかりそうです。IHI としても脱炭素化への対応に迫られており、例えば発電設備に使われる燃料をアンモニアに転換するといった、そういった 新たな技術開発を進めています今後の重工大手の動向で注目すべきポイントはどのあたりになりますか、はい、やはり脱炭素化のうねりに乗り遅れないように技術開発を加速させるとともに事業化を急ぐ必要がありそうです先ほど申し上げた水素だけのガスタービンなのですがこちらは水素を燃料に使う次世代航空機への応用も見込まれています重工大手は 様々な事業を通じて技術やノウハウを多く蓄積しています脱炭素化による大きな環境変化に直面していますがこうした技術を活かして新たなビジネスモデルの構築が期待されますありがとうございました今後の高橋記者の記事にぜひ注目してみてください